よく売れてます。落ちパクだった。早速いってる。何だろう何だろう、わからない、何でしょう。おお、でかい。なんだ、でっきりじゃない。うわー、そらのんびりこう、エア沿わして弱らせてランディングする位置を。いや、抜けない抜けない。あ、抜けるわ。よしよしよし。リーダー持てますか。なんだこれ。なんだろう。なんだこれ。わかんないね。なんでしょうか。なんでしょうか。チヌかと思ったらチヌじゃないし。なんですかね。なんだろう。二人よくわかんない。わかんないですね。口がなんか。そう、なんか。変わった口してるね。二人でへーって言う。なんか犬釣れたじゃん。そうなんです。ベッコちゃんですね。おお、ベッコゾウ。シャクベッコゾウじゃん、いいじゃん。はい、なんだろう。マダイをね、まあメインでこう釣れたらいいなと思ってやるんですけど、うん、あんまりこうマダイっぽいような感じもなかったんで、今ずっと港湾の方に歩いてこう、うん、足元ちょんちょん してたらドンみたいな。ちょっと条件がね、こう最初ここで始めたんだけど、入れてみたらちょっとマダイが入るような、うん、ね、ロケーションじゃないんで、藻がね、そこの方いっぱい沈んでて、そうちょっとね、藻が多すぎるんですね、うん、でヒューヘッド引くにはちょっと厳しいかなみたいな。港内の方に移って物のないところ探ってたらこいつ来たと、はい、いやこれミドゲーらしい獲物でいいじゃないですか、ね、そうそう、ナイスミドルゲームゲストです。よっしゃ、食った、なんか食ったぞ。お、まあまあじゃないか。おいしょ、重たい。でっかさごが出ました。桟橋のね、コンクリートのね、足元をリフトアンドフォール、リフトアンドフォール攻めたら、でっかさご出ちゃった。こういう、まあ、今 7g 結んでんだけど、ちょうどいいんだよ。こういう釣りするときは無理に 1g、2g じゃなくて、本当にね、5g、7g で、リフトアンドフォールやった方がね、圧倒的に手返しが良くなるので、これはこれで僕の中じゃね、愛のミドルゲームです。いいカスも来てくれた。サンキュー。
ミノゲーならではです。タコ釣りました。タコだ、でっけえ。あれロープに引っかかったのかと思ったら、うん、タコ釣れたよ。びっくり。イエイ、タコ。うわこれもミドゲーであるじゃない。ロープに引っかかったのかと思ってタコ釣れちゃった。すげえ。ボトムドライブにスマシャ XG で。着底と同時になんかグンって引っ張ったから、あれと思ったらね、まあまあいいタコです。これ僕普段あのお魚さんほとんど持って帰らないんだけど、今日は地元だし大好きなタコだし、これはいただきます。ありがとう見えるかな、ここ、これ、ここタコかじった後噛まれる、噛まれる、これスワシャ XG、 わあ、ボトムドライブだから釣れた。なあ、バカなわけないけどダメージだったね。いいんじゃない、これライトゲームじゃ絶対上がってこないからですね、切られちゃうから。ミノゲーってこういうところもね、うん、うん、あの超過につながるよね。やっぱりタックルが少しライトゲームより上なの。すごい。